はじめましての方ははじめまして、そうでない方はピヤホヤ、コント創造主力は詩人でございます。イエーイ。はい、 YouTube をご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょう。詩人です。はいはい、毎週動画ね、1回目でございますね。はい、お久しぶりじゃないね、1週間ぶりでございます。はい、今日髪の毛めちゃくちゃなんだけど、ごめん許してねはい、というわけで今日の動画は6月の2日から6月の4日までニコバー上野店で詩人ラーメンコラボありましたね。はい、そちらの振り返り動画となっております。店内の様子とかね、働いてる詩人さんの様子とかをね、ちょこっとだけお見せしたらな、お見せできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。帽子ずれるよちょっとね、ちょっと長めなんですけども、よかったら見てやってください。よろしくね。それでは VTR の方どうぞ。はい、こちらがニコバー上野店。上野駅入谷口から徒歩 2,3 分の距離にございます。駅から近いのも嬉しいですよね。店内に入るとみんな大忙し。これからたくさんのお客さんが来てくれるわけですからね、気合い入れていきましょうね。バタバタです。はい こちらが秘伝の味噌だれ、これがあのラーメンになるわけですよ。もちろんレシピは秘密ニコバー上野店のマスコットキャラクターザビエルくんと共演する私のマスコットキャラクターのピヤホヤ大福さんとアンモナイトくん、心なしか嬉しそうですね。ちなみにザビエルくんは伊勢エビです。あれ、ちょっとカメラさん、どこ撮ってんの。え、お、お、あら、これはまた宣伝までしていただいちゃってありがとうございます。6月24日アンダーザツーマン麺屋詩人アンダーバー宣伝と、7月30日詩人の誕生日パーリーないですね。いや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 、こちらのね、2つともね、チケットがねまだございますので、よかったら皆さん遊びに来てやってください。待ってるよん。さあ、この日は最終日、オープンも近づいてまいりまして、オープン前に皆さんに意気込みをいただきました。皆さん、はじめまして、上野店店長のニットボっています。今回のラーメンイベントですね、仕込みに、朝5時から、仕込み開始しております。すごい、疲れたんですけど、それも含め超楽しいイベントになりました。このイベントを機にですね、上野店のことを少しでも知っていただけたら嬉しいです。そして、もしよかったら足を運んでいただけたらなと思っております。では最終日も頑張るぞ。オン、せーの、はじめまして、ハルネです。ナルドです。今回上野ニコバー、詩人ラーメンイベントにてお手伝いさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は私は厨房のお手伝いさせていただいて、メニューの方も参加させていただいて、ちょっとまあ忙しかったんですけど超楽しかったです。ね、楽しかった、楽しかった。そぼろ丼いっぱい出たね。出たね、出たね、いっぱい出た。美味しかったもん、あれすげえ嬉しかったね。イベント関係は結構お手伝いさせていただいてること多いので、多分今回だけじゃなくてどっかのイベントにまたお会いすることもあるかなとは思うんですが、多分ね、ずっと一緒にいると思うんで、うん、その時はどうぞよろしくお願いします。お願いします。また会うね、バイバイ、はい、バイバイ。ニコバー上野詩人ラーメンコラボご来場ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。だと言うとおりますけども、今これオープン前に、最終日をね、オープン前に収録しております。はい、いやー、皆さん美味しかったね、もう皆さん今回ね、本当にたくさん楽しんでいただけたんじゃないかなと思っておりますが、まあ、残念ながら今回ね、ファイナルということでもうやらないんですよ。もうやらないんですけど、私独立するんで、独立したらぜひまたね、審査のラーメンを食べに遊びに来てやってください。というわけで、ね、目標がね、ありまして、3日間で300名様のご来場、何これって、300名様のご来場ね、これ400になってるけどね、300名様のご来場を目標にやっております。で、あと300名まで、今日で100人かな、ね、100人のご来場で300名になります。今日100人目指して頑張るぞ。イエーイ。
ありがとうございました。最後はニコバー部長のユウさん、しっかり決めてほしいけど、顔緊張してない？どうも、こんにちは。あ、こんにちは。3、2、1。どうも、ニコバーの部長のユウです。さあ、ラーメン最終日になりました。昨日は100杯出たラーメン、今日も100杯用意してますんで、みんな一緒に食べて美味しく。ユウさん、まさかの NG 連発。お待ちしてます。ユウさん、恥ずかしい。ユウさん、そうそう、しっかりね。ありがとうございます。そう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 、イメージトレーニング大事よ、イメージトレーニング。最終日でございます。最終日ね。で、さあ、気を取り直して。どうも、ニコバのユウです。今日はユウさん、ちょっとね、神神ユウさん、神に行かして、神に行かしてください。はい、どうも、ニコバのユウです。今回のしじさんラーメンコラボありがとうございました。全部で300食以上でということで、本当にありがとうございました。あと僕ですが、2017年の8月からニコバー香川に、出店させていただきます。香川を出店させていただきます。毎日楽しいお店にするのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。神々だけど、まあなんとかなりました。さあ、ユウさんが NG 連発してるうちに、大変ですよ。1時間前からこんなに並んでいただいちゃって、いやいや、本当にありがとうございます。スタッフの皆さん、これは気合い入れないといけませんね。最終日、気合い入れていくぞ。わーい、イエス。気合いは十分ですね。 BGM はもちろん、私の日本一ラーメン伝説でございます。それでは、ニコバー上野店しじんラーメンコラボオープン。はい、25番出ます。オープン後、店内はすぐに満席に。いや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 、本当にありがとうございます。私は厨房にいたため、残念ながらあまり見ることはできなかったんですけども、皆さん美味しそうに食べてくださって、何から何までありがとうございます。私が独立したら、ぜひぜひにも食べに来てやってくださいね。男女問わず、大人子供問わず、たくさんの方に来ていただきました。本当美味しそうに食べるね。おお、でっかい口でも、いやー嬉しいね。どう、美味しい、美味しい。おお、ああ、ありがとう。お、チャーシュー丼も頼んでくれたんですね。ありがとうございます。さあさあ、どうですか。味噌が濃厚ですごい、うまい、うまい。ありがとうございます。こちらの方は親子で、いや嬉しいですね。ありがとう。3時間待ったんでね。3時間、がっつり行きたいね。行っちゃって。僕もスープで飛ばしてもいきなり行くよ。どうぞどうぞ。あら、まあ美味しそうに食べること、どうですか。食べるね。大好きです。ありがとう。こちらの方はニゴニゴくん。前回のラーメンイベントで9日間全通してくれました。今回も3日間連続で来てくれてます。いやありがたい。3日間来てるんですけど、いつ食べても美味しいです。そうかそうか。去年は9日間来ました。独立したらまた来てね。ありがとう。うん、帰りこれは美味しいです。ああ嬉しい。ありがとうよ。この幸せそうな表情、たまりませんな。どうですか。めっちゃうまい。マジで。ありがとうございます。いやー、動画見てたらね、私もお腹空いてきた。ダイエット中なのにまたもう太っちゃうんだからもう。はい、というわけでもうニコバーのねラーメンイベントはちょっともうおしまいなんですけど、ファイナルでねおしまいなんですけども、私が独立したらまたツイッターとかでね言うんで、ぜひ遊びに来てやってください。はい、というわけで、
皆さん今回もこう動画のご視聴ありがとうございました。ちょっと長かったですけどね、はい、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。ブレ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 動画のご視聴ありがとうございました。はい、こんな感じにね、はい、皆さんに楽しんでいただけるような動画をじゃんじゃん投稿していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちら、そしておすすめ動画はこちら。今後ともよろしくお願いいたします。最後まで頑張った私の喉、そして最後まで付き合ってくださった皆様、お疲れ様でした。イエーイ。それではまた来週。お相手は私、詩人でした。グッバイ。